はい、前回は、うん、ボスを倒してルカ、なんと友人が王様になって、うん、ジョイ、ハッピーエンドという、うん、終わりでしたね。まだ相当限らんティーな感じだったよ。まあゲームクリアしたから、うん、クリア後の街を覗いてみましょうかっていう、あの、あ、まあナナミは言ってたかな、クリア後の、そんな感じで、クリア後の、うん、あのちょっとしたイベントを見ていくみたいな感じだったね、うん、みんなのその後みたいな。そう、確かにね。いやちげえよ。まだまだ不穏な空気漂ってたよ。そうでしょう。だって全然ゴンゲは倒したよ。ゴンゲは、いやゴンゲを継ぐものがね、やっぱね出てくるんだよ。お、フッチー全然わかんねえ。ハルモニア新生国、全然仲間にする方法教えてくれてないと思う今の。ちょんちゃんちゃんでいいや。あ、バドにしよう。バドまずどこにいんだよ。ハルモニア新生国っていう国もあるからな、まあ、とりあえずいろんな街を見てみましょう。タイムっていうことでね。はい、さて大丈夫、ま、誰も連れてかなくて大丈夫。あ、連れてった、連れてってるよ。ラレットセーブしなくて大丈夫した。おー、いないいないいないね。知らんかった、お前遅れてる。そんなにね、街の人の会話も変わってるとかないんじゃないの。ないね。なんか波どこって言ってた、クスクスとかサウスウィンドウとかって言ってたよね、うん、言ってた。でも無視。あ、そう。俺はやりたいことがあるんです。道具屋、ここ行けんの。行けない、行けないか。クリア後も行けない、ね、クソゲーだな。まだ全然クリアしてないよ多分。そう。あ、ここここここだよ、ここ、ここ行きたかったんだよ。動画見返しててさ、こいつこいつ、あー、レブラントさん、力を借りたいです。いかなる意味ですかな。これはこれは骨董の目利きはできても、人の目利きまではまだまだですな。戦いは悲しいものです。人々の心をすさませる骨董をめでる余裕さえ奪い去ってしまいます。戦火は貴重な美術品を焼き払ってしまいます。これもまた悲しいこと。わかりました、お客様の力となりましょう。ただし一つ条件があります。なるほど、政治の壺やろ。はいはいはい、はい、政治の壺、あれ俺持ってない。あ、持ってるよね。おお、その壺は、私心は政治の壺、さすがでございます。カムイ様、約束でございますね、私も力をお貸しいたします。はい、トントン拍子。この店処分すんの、やったじゃん。はい、ああ戦いはしないと。え、処分した店どうなった。うわ、いるやん。まあいいや、ポストレブラントや、ポストレブラント。なんか新しく仲間になりそうな人とか出ては来てはいないかな、この感じだと。前からいる人ばっかかな。バカっぽいね。いないか。じゃあ行けなかったとこに行ったりしよう。サウスウィンドウでしょ。お前失敗すんなよ。サウスウィンドウ。何が起きているかな。ほん、え、あ、え、お、あれこそあれこそ、え、逆転剣士ワンのボスこんなんじゃなかった。確かに。マクシミリオン、あなたこそかの悪鬼ルカブライトを打ち破った英雄カムイ殿ですな。おくらませながら
かつてのマクシミリアン騎士団団長、このマクシミリアン、あなたのお力になりたく参上いたしました。マクシミリアン。間にジジイが。無理するな、じいさん。あなたの申し出を受けましょう。戦えんの、このじいさん。こんな横顔の絵ってなかなかないよね。ないね。めんどくさそう、このおっさん。マクシミリアン。おっさんが仲間になったな。おーい、なんかいるじゃん。明らかこれはいるね。キリー。私はキリー、シンダルの道を追う者だ。君何か噂を聞いたことがないか。さすらってる感あるな。シンダルの遺跡ならアレックスさんが。アレックス、そうか、あの宿屋の。ありがとう、恩に着るよ。行っちゃった。仲間になったんじゃないこれ。いやでもガッツポーズ出てないわ。ガッツポーズ出てないな。カムイのガッツポしねえな。プロリーンってやつ。何それ、そんなんだったっけ。そんなんだった。アレキシンとか行ってみっか。うん。あとシンダルといえばさ、トラン共和国にね、死んだるがーって言ってたお姉さんがいたんで、それもちょっと気になりがっち。いったいった、ほんとだ。 なんだお前は。お前、白鹿邸という宿をやっていただろう。ああ、本当のところはヒルダがやってたんだか。うん。そして死んだる族の遺跡を開いた、間違いないな。なんでそんなこと。うわ、あなた、父さんに何をするんだよ。お前、シンダルの遺跡で何を見つけた。いえ、嘘をついたらその命を奪う。なんでだよ。命だなんて、そんなことさせませんよ。どうせ。もう一度言う、正直に答えろ。シンダルの遺跡でお前は何を見つけた。理由気がなければ助けよ。待ってくれ、みんな。あんたが何を知りないのかわからんがな、遺跡のお宝ならあんたの目の前にあるさ。は？なるほどね。これ、俺が前言ってたやつじゃん。そうだね。タイトルにまでしたやつじゃん。まあやっぱそういうことだったんだね。もう、キリーとしちゃったな。これなんて言うんだ、キリーは。その言葉、嘘はないようだな。騒がせてすまなかったな。失礼した。良き仲間を持っているようだな。どういうこと？わかんないな。正解の答えだったのかな。一体何なんだあいつ。やあカムイ、こんにちは。なんか喋るこっちも。あ、カムイさん大丈夫ですよ。うちの人これでも結構丈夫ですから。うん。何だったんだ。シンダル遺跡行ってみたいけどね。いるのかね。いけんからな、今。いけたりすんのかな。死んだる遺跡なんかいろいろありそうだな。まだ、隠されてる何かがあるかもね。いけねえな。白しか低ワープできないのか。いけないねえ。次行くか。さあ、俺ちょっと武器鍛えようかな。あー、久々に。いやでも金ねえんだわ、そういえば。3万ぐらいあるよ。3万じゃ全然よ、最近。ほら。ほんとだ。一発で終わるよ。オーランあげられるな。どうも、たけ。オーランあげとっか。アイアンフィスト。アイアンフィスト。アイアンフィスト。いやー、高いな最近。おこれは神様、いいところに来てくだされた。港に王国軍の船がついて騒ぎになっておるんです。なに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 。もう俺の名前も有名だな。まあね、あのルカを倒したとなれば、
じゃんけんで倒したな。カムイ様だ。私初めて見たわ。こいつがハイランドから来た死者だとかなんとか言ってるんです。なんならみんなで踏んじばっちゃいましょうか。誰誰どれだ。あクルガンさんじゃん。クルガンさんだな。クルガンがクルガン。しょうもね。戦場では幾度か顔を合わせましたが、こうやってお会いするのは初めてですね、カムイ殿。確かに。私はハイランド王、長えな。私はハイランド王国軍の指揮官、ジョーイ・ブライト様の配下、王国軍第三軍軍団長、クルガンと申します。以後、お見知りおきを願います。疲れた。もう臨戦態勢じゃん、ナミは。ジョーイのことだろう。ブライト王家に残った最後の決闘であられる、ジル・ブライト様とジョーイ様の婚儀が正式に行われましたよ。寝耳に密通だね、うざ呼ばれてねえけど確かに何かお祝いでもじゃねえだろ。和議。おー、もうでもなし、何も信用できねえよな。書状ね。本当かね。この話し合いがうまくいけばそういうことになります。コツコツ進撃軍のリーダー殿にお願いするのも恐縮なのですが、コンビニエンス城まで案内していただけますか。大丈夫か、うん、この書状を渡してもいいのですが、この申し出が正式なものであることを示すため、それなりの場所でお渡ししたいのです。クルガン様、お一人では。お前たちはここで待っていろ。カムイ殿はそのような人物だね。わかってるね。確かに。お目が高い。お目が。何今の、お目が。お目が。おー。いやいや、これどうかね。本当にそんな、もうでも何も信用できないよね。うん、最初の頃もあるからさ。じゃあ、クルガンついてこいよ。俺らの速さについてこれるかな。こっちだこっち。こっちだこっち。誰かいないかな。いねえか。いや、わからん。いや、いないよな。もうクスクスはクスクスしょっぺから。いねえか。ついてこれるかな、クルガン。ついてきただと。しかもなんかあそこから出るの、うん、確かにもうバレてた。ティート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 。仲間もいっぱい増えたもんやな。おっと、メヤスバーコ。何も、おいおい、何もないよ、いつも。小田、小田栄治、小田栄治じゃねえ。小田裕二、今の。小田栄治。小田栄一郎さんと被っちゃったね。被っちゃった。お前は来るか。畜生、カムイを話しやがれ。勘違いなさらないでもらいたい。私は和議を申し入れに来ただけです。そうですよ。和議。ルカブライト前行はすでになく、軍の指揮官を務めている実行をジョイブライト様に戦いを続ける気はありません。はい。ジョイって、あのジョイがハイランドの国王を。休戦条約出ました。うーん、うーん、はあ、ミューズでやんのね。これがジョイ・ブライト様よりの書状です。お納めください。カムイ殿、ジョイ様は平和を望んでおられます。ぜひミューズまでお越しください。それでは失礼いたします。でも今のところクソ悪いやつっていなくなったからなんか、ね、まあね、まあ戦う意味もやっぱない、わかんないもんね。うん、まあでもゲームクリア後のアフターストーリーだからそんな大したことないでしょ。いや、凝りすぎでしょアフターストーリー。ジョイはそんな子じゃないよ。
君氏レオンシルバーバーグがついてます。ワキが本当ならチャンスです。王国軍はルカブライトを失い弱体化してます。今なら有利な条約を結ぶことができます。いやもうそういう有利不利とかね。第一ハイランドの人間が約束を守るとは思えない。ああもうやっぱ信用できないよね。うん、うん、はあ皆さん興奮なさらないで。ここはカムイ様のお考えを聞きませんか。上位のことをね知ってるのはカムイだからね。あなたがミューズへ行くというのならば私もそれに従います。どうかお決めください、うん、行く行く、まあ、とりあえず行かないと分かんないしな。うわなんかなんかお前の点々点はさ、それだけでもうなんか場が怪しくなるというかさ、うん、コナンがいたら事件が起きるみたいなやつじゃん。あ結構チャコを。チャコを重宝してる。チャコへの評価が高いな。やばくなったら空飛んで逃げようみたいな。確かにな。はいよ、またよ。はいよ、全然使えねえな。使えねえっていうのは使うチャンスがないな。うそうなんだよね、うん、あ今決めたけど、えこれ何そこまでがっつりやるってなんかあるんですかこの後。いやー不穏な空気漂ってますせ。ならちょっとこの間頑張ってくれた、うん、ロトフとカミュー連れてくよ。せやな、うん、大丈夫チャコこれ全員抱えて逃げれる。これいけんじゃんチャコならチャコならワンチャンいけるっしょ。それではくれぐれもお気をつけください。はーい頑張ってこい頑張ってこい流しとけって。ほらウィングフォードだ。フォードだ。本当だ。フォードじゃないんだよ。そうだろカムイ私もいるもん。いやテレーズさん美しいね。まず北岸のコロネの町へ船で行きましょう。新しくないな。あったなコロネは一回行ったよ。やめろってお前マジでお前ふざけんなよ。シューさんおいふざけんなよこいつ。うわなんかもう保険に保険をかけて仕込んでるな。うん、うわなんかこれ州のせいでこじれそう、まあ、マジでこじれちゃう。州のせいでこじれそう。なんかグッジョブ的な州ではない、うん、バッジョブの州だこれ。バッジョブの州。いやわかんないけどいやー州さん確かになんか州さんとなんだっけレオンバーグだっけ、うん、レオンなんレオンシルバーバーグ、バーグかの頭脳戦に巻き込まれそうだな。そうそうそう。何やつ。それがしは今心を空に浮かべ瞑想中ゆえ失礼。強そう強そう強そうだな。心を空に浮かべてるそれも上の空じゃん。随分と低調だこと。余計なことすんなよ。あ、でも久々だな、この街。うん。まあ、みんな平和に暮らしてそうじゃん。うっせぇ。ぶん殴るぞ。こっちにも何もないんだよな。大砲の家。久々だな、この街。開かないもんな、大砲ハウス。うん、ここで初めてギャンブルを覚えたんだよな。そうそのノリでこの間マカオに行ったら3万なくなっちゃったからな大人の階段登ってんな。そうあ何も起きないね。うん、何も誰もいない。こいつはまだ肉を欲しがってるのか。肉を欲しがってるな
いやマジでなんか週のせいでこじれそうで怖いんだけど大丈夫かな。いや本当になんかあった時のための保険として、いや保険でしょ、取っておいてくれてんならいいんだけど、何まだ疑っているのかみたいなことになりかねないってことでしょ。そう金ないよな。お金もないしな。金お金払って逃げれば、お任せないとこいつ雑魚か。シンダル覗いてみようかな、ちょっと。あーどうすんの、そっちはそっちで物語進んじゃったら、またヒックスの二の舞じゃねあれキリーいなくなったみたいなうーん、どうなんだろうな、なんかあんのかな。あいないね、奥の方にいんのかな。ああくか、ちょっと奥行ってみるわ。うん、何もなかったら何もなかったで全カットでいいし、こっちかなセーブポイントがあった気したけど、もう一個上な気すんな。一応入ってみるか。あ、人影の封印球。影じゃん確かに。ダニフシの封印球もあんのかなジェニジェニの封印球もあるかもしんねえな低レベルなモノマネだったけど大丈夫大丈夫でしょあともうちょっと白鹿亭も見てみようかな。ワンチャン白鹿亭の可能性あるかな。うん、違うな違うな、これかけちょっと今喉の調子悪いから出てないねああ、かけかけ大丈夫、うん、いい感じいい感じ人影だけ声が透き通ってんな。そやな、あの3体の中ではダニフシゼニゼニだもんなかけー人影だけ勘だけえな、勘だけえな何もないか、いないか、もうちょい後かな、もうちょい後かな、なさそうだね、なさそうだね。これも誰かに売りゃいいのに、何にもなさそうだね。ミュージックオーっと緊張してきたね、ちょっと何が起きてしまうのか。うーん、ここに来るのも久しぶりだね。あーねえねえねえ、ここだよね、私とカムイが上位のこと待ったの。あ ー, あー夕暮れの時にね。何用ですかな、お嬢さん。うわっ、びっくりした、突然話しかけないでよ。うん、私はグリーンヒル市市長代行テレーズ、こちらはコツコツ進撃軍リーダーカムイ様です。王国軍との和議のために来ました。これは失礼しました。ジョイ様、ジョーストンの丘の議場におられます、はい、どうぞお通りください。いざ参らん参らん。うお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 う、へえ、ここがミューズか。でっかいな。よし、ちょっと見物に行ってくるよ。おい、大丈夫か、お前。おい。あ、大丈夫か、おい。誰それ。いや、誰でもねえわ。不安になっちゃう、こう、バラバラになると。確かにな。ここにはちょっと嫌な思い出が。人誰もいないな。あっきゃない。人、誰もいないな。入れないもんな。誰もいねえじゃん、怪しいな。うわ、いやだな。
万里の長城じゃん。行ったことないけど。お。おお、議場か。正面からどうぞ。神様とテレーズ様ですね。お待ちしておりましたどうぞお入りください。わかりました、行きましょう。神様ちょっとネイティブ入っちゃったわ。どこの国のだよ。はあ、久々だな。ご対面だね。ジョーリアトレイド、どんな面下げてやがんのか。バーグだ。久しぶりだね、カムイ、ナナミ。お前は黙ってろ、ちょっと。いや、いいじゃん。いや、どうせカムイの喋んねえんだから。名前は変わっちゃったけどね。ジョーイ・ブライトと。うんうん。アトレイドの方がなんか、いいな。あ、合ってたね。うん、カムイ、君は元気にしてたかい？ああ、元気だよ。よかった。これは和議の話し合いということでしたが、うん、とてもそんな準備がされているようには思えませんが、どういうことかしら。何何何？もちろんこれは和議のための場です。あなた方が全面的に降伏するという形ではありますが、うん。なんてことを言うかね。何を言っているのですか。それではまるで。どういうことだ。ジョイはルカブライトを倒すために戦いを終わらせるためにハイランド軍に入ったんじゃないの、うん、そのために私たちを置いて。そう思ってたよ。そうだよ、ナナミ。でもね、世界は僕らが思っていたほど簡単ではないんだ。何を見た。カムイ、お願いだ。ここで僕の前にハイランドの軍門に下ってくれ。そうでなければ。どうしてどうなるかな。それではあなたの望みは叶わないということですね。そして断ればあの弓が一斉になるということかしら。はあ、はめられたか。すまないカムイ、ナナミ。僕はハイランド軍の指揮官となり、カムイ、君はコツコツ進撃軍のリーダーとなった。今は幼馴染としてではなく、それぞれの立場の人間として君に問う。我々に降伏してくれないか、カムイ。変わっちまったな。それはできない。うん、君を返すわけにはいかないんだ。お願いだ。それはできない。この戦いはルカブライトと僕らの戦いじゃない。もっと大きなものとの戦いなんだ。だからそれはできない。頼むカムイ。分かってくれとは言わないが、君を失いたくはない。お、これは強情な。仕方ありませんな。きたー、そば行くよーい。